光り輝く太陽が色鮮やかな草花に降り注ぎ、心地よい風が通り抜けていく。ビオスとはギリシャ語で全ての生命体に由来し、生命や命を意味します。沖縄の美しい自然と豊かな環境を守り育む、体中で感じる自然の恵み、自然と人が一つになれる場所がここにあります。那覇からおよそ60分、名護からはおよそ45分、沖縄本島の真ん中に位置するビオスの丘。蘭の花に出迎えられ入園口を入ると、そこは南国の楽園。広大な敷地には色鮮やかな蘭が栽培され、亜熱帯の森ヤンバルを再現した豊かな自然が広がっています。まるで森の中にいるような緑豊かな散策路。可憐に咲く蘭の花とその色香に癒されながら、のんびりと散歩気分で楽しめます。ビオスの丘の園内は古来より沖縄に伝わる風水を取り入れており、上空から見ると竜のように見えることから名付けられたウフタチグムイは生命を育む湖として園内に広がっています。あやふに場から出る湖水鑑賞船に乗り、いざ探検へ。ジャングルクルーズでは船頭のガイドとともに沖縄の植物や生き物との楽しい出会いが待っています。季節によりさまざまな表情を見せるウフタチグムイ、来るたびに新しい感動があります。沖縄は海の方が綺麗で注目されがちですけど、沖縄の山の方も水が綺麗で、このビオスの丘の池は特に透明度があって、水の中にいる水生昆虫ですね、あと花も、いろんな花がありますので、そういうところ、見ていただきたいですね。ガイドがついておりますので、皆さんがハッとするような、そういう、ガイドもどんどん行っていきますので、ぜひ沖縄の自然楽しんでみてください。もっと湖を堪能したい方におすすめなのがカヌー体験。海や川と違って流れや波が少なく、初めての方でも気軽に体験することができます。他にも立って漕ぐ平舟なども体験できます。亜熱帯の森では沖縄の美しい自然に触れることができます。昔ながらの沖縄の植物に囲まれて、春先にはとても新芽が綺麗で、木登りとかとか生き物と出会うことができます。山とか森とかに入る際はとても危険が多く入りづらいんですが、こちらの園ではとても安心してより一層ですね、自然を感じることができると思います。ミニブタやヤギとの触れ合い体験では、その可愛さに癒されること間違いなし。園内では沖縄本島では珍しい水牛車が運行しています。大きな水牛はのんびり穏やか、心地よい風を感じながらゆったりとした園内散策もおすすめですよ。またジャングルジムやブランコなど、さまざまな遊具で楽しむこともできます。お腹が空いたら自然いっぱいの広大な園内を眺めながらのんびり休憩を。沖縄そばやタコライスなど
沖縄ならではの食事を味わえます。大規模な洋蘭センサー温室を持つビオスの丘には洋蘭専門店もあるガーデンセンターがあります。たくさんの種類の蘭を全国発送することができ、豊かな南国の香りを届けてくれます。お土産品も多数揃えており、買い物もいろいろ楽しめます。どこまでも続くような美しい自然、静かに水面を輝かせ豊かな生命を育む湖、暖かな自然に包まれながら子供から大人まで楽しく自然と一体になれる場所、それがビオスの丘です。